最初はグー、じゃんけんぽん。はあ、あいこです。すごい。あいこでしょ。また、若菜とヒカルが残りました。ヒカルちゃん行こうか。行きますか。せーの、最初はグー、じゃんけんぽん。すごい。何これ。イェーイ。面白い。ウィナー若菜。勝ち抜けました。ね。Call letter J-O-G-V The frequency FM 78 The station Bay FM 78 Calafina Club さあ今夜も始まりましたカラフィナのレギュラープログラム、せーの、カラフィナクラブ。毎週火曜日深夜のこの時間はリスナーのあなたをカラフィナワールドへと誘いたいと思います。お相手はカラフィナの若菜とケイコとヒカルです。さあ今夜は若菜が日直を担当させていただきますが、みんなここ最近の暑さに負けてませんか？負けてますね、私今すでに。負けてる？噛んだ、ね、負けてんの？負けてるわ。もう暑すぎて、だって外が体温以上の気温ですよ。びっくりでしょ。そう考えると恐ろしいね、この気温今。すごいですよ、本当。大丈夫？なんかね、暑さと共存してきて、長袖で歩いてても平気になってきた。結構涼しい顔してるね、結構。そう、私汗かかない、結構、うん、涼しい顔してて、後ろからトントンってやられた若菜がめっちゃ暑い。めっちゃ暑かった。おはよう、あっちゃえみたいな。どんだけみたいな。まあね、そんな感じで今夜の日直へのトークテーマが飛んできました。お、はい、ラジオネームゆっけさん、ありがとうございます。カラフィナの皆さんこんばんは。今回の日直さんに質問です。はい、兄弟喧嘩、姉妹喧嘩ってしますか？小さい頃にした喧嘩とか最近した喧嘩とかがあったらぜひ聞かせてください。私は先日兄のコーラをうっかり飲んでしまい大喧嘩をしました。二十歳を過ぎた大人のする喧嘩じゃないなと思いながらも、こんな喧嘩ができるのも兄弟だからこそかなとも思いました。小さい頃はジャイアントスイングをされてあちこちに吹っ飛ばされていました。大丈夫でしょうか？今となってはいい思い出です。笑い。ジャイアントスイング懐かしくないでしょうか？何家の家訓なんでしょうね。ぐるんぐるんぐるんボーンですよ。懐かしい、懐かしい。危ないね。懐かしい。私はね、兄がいますけど、柔道してよく吹っ飛ばされてましたね。柔道？習道の。習ってたの？習ってませんね。漫画の柔らに憧れて背負い投げをしてみたくて、うんうん、兄貴を吹っ飛ばしてました。兄貴がその役を買って出てくれたってことです。わーちゃんが吹っ飛ばしたの？わざとお兄ちゃん行くよっつって、うん、はい、いいよみたいな感じで、はい、わざと倒れてくれるみたいな。喧嘩とかじゃなくて。そうです、コミュニケーションとして。だってわーちゃんはお兄ちゃん大好きだもんね。大好きです、ブラコンです。公言してるからね、うん、みんなもする？いや、喧嘩ちっちゃい時は、まあ、よくはしてないかも。なんかヒカル結構妹と年離れてるので、うんうん、うん、なんか可愛いなっていう感じですかね。いいな、そういうの。ね、嬉しいよね、妹も。うん、絶対嬉しい。お姉ちゃんって感じだよね。ね、ありがとうみたいなね。完璧にね。うんうん、そうかも。恵子はね、妹だもんね。そう、私はそうなの。親戚全部探しても私の年下いなくて、うんうん、末っ子だから、喧嘩っていうのないな。お姉ちゃんとしないんだ。うん、しない。ほんと？年子なんだけど友達みたいな感じ。あ、いいわ。今もずっとたまに一緒に寝ちゃったりとかも。あ、いいな。どっか行くとき手つないじゃうし。あ、それ誰でもそうか。そう、結構ね、誰でも。私やっぱり男兄弟だから、うん、お姉ちゃんとか妹とかすごい憧れるのよ。だからみんなそれぞれじゃない？そうだね、みんな違うのね。そうかも、うんうんうん、私はお兄ちゃんで、ヒカルはお姉ちゃん、自分がお姉ちゃんで妹がいて、自分が結構妹でお姉ちゃんがいて、すごいバラバラ、ね、バラバラ、それぞれちょっとなってみたい感じだよね。うん、うん、まあ兄弟喧嘩ができるってすごく幸せなことだなって思いますね、うん、確かに、うん、というわけでそんなカラフィナがベイ FM からお届けするカラフィナクラブ、今夜はまた大事なお知らせがあるのでお聞き逃しなく。それではオープニングナンバー紹介します。プログレッシブ、カラフィナのレギュラープログラム、カラフィナクラブ。毎週火曜日深夜のこの時間はカラフィナの若菜とケイコとヒカルがお届けしています。この番組では3つのコーナーがあるのをご存知あるか。かわいい。ご存知あるかって書いてあるよ。毎週紹介してたけど、とりあえず今週まで説明するあるよ。いいであるか。いいであるよ。いいであるか。いくであるよ。1つ目、カラフィナミステリー。ミステリー、ミステリー、もう定着してきました。はい、どん。あなたの身の回りに起こった不思議なこと、謎だなと思うこと、神秘的だなと感じたこと、 SF だな、恐竜だな、
宇宙だなと思うことメールください。カラフィナに関する質問メールもこちらで受け付けます。キャーなこともね待ってますよそして二つ目、カラフィナスマイル、笑える話ネタ三人のうち誰かが笑えば OK、 笑いが取れたらワンスマイルポイントが加算されていきます。スマイルポイントを5つ取ったらなんと番組から私たちが生電話をかけさせていただきますので、皆さんぜひぜひたくさん送ってほしいと思います。待ってます。はい、それでは3つ目紹介します。カラフィナ研修、メンバーの誰かが可能な限りラジオでのトークスキルやライブでのトークスキルを上げるためにいろんなことを経験してみます、うん、やってみてほしいことがあればぜひメールを送ってください。どんなことしたいですか、ヒカルは。例えば、うん、ショートドラマ的な、ショートコントっていうかと思った。ショートドラマどっちも無理だだってドラマだとほら、ドラマじゃない、コントだとさ、うん、面白みその人が書いた面白みを出せないかもしれないじゃん。難しい。ドラマだったらさ、その自分の表現でいいわけじゃん。確かに。だからこうそれぞれの味がありつつの、待って待って待って、ねえねえ、いいんじゃない。待って大丈夫だよ。だって多分きっとこれは恵子がやるって思って言葉を書くわけだから、多分無理な言葉は来ないと思う。でもどっちにしろ、どっちにしろだよ、あの声だけだから、うん、声優的なことやるってことじゃん、うん、私一回やったことがあって、うん、マジ大爆笑で失笑でもうさよならってこう、あ、じゃあ感じになっちゃったわけ。ドラマやるつもりがコントになっちゃった的なことになりかねないけど、カラフィナがこんなに興奮するほど脚本が欲しいのでぜひ送ってください。やめて。どのコーナーに参加してくれても OK です。日直へのトークテーマも大募集。皆さんからの初めましてメール大歓迎です。どんどん送ってきてくださいね。メールアドレスはカラフィナアットマークベイ FM.co.jp、 カラフィナアットマークベイ FM.co.jp、 カラフィナの綴りは KALAFINA。 詳しくは番組携帯サイトでチェックしてください。うんうんうん、みんなねちょっと興奮気味だったよ今さっき、うん、怖かったなんちゅう提案をしてるんだ2人は。いや、いいんじゃないかな、私楽しみだわ。本気。リスナーの皆さんの、うん、素敵な脚本待ってます。本当に、はい、はい。じゃあ今夜はまずカラフィナミステルに届いたメールを紹介したいと思います、はい。その前にですね、うん、番組スタッフさんが、うん、ヤフージャパンのトップページでローマ字でカラフィナと検索部分に打ち込んだら、なんと一番最初にキーワード検索として上がってきたのがカラフィナクラブなんだって。ミステリー。いや、すごい嬉しい。あの自分たちのオフィシャルサイトよりまずカラフィナクラブミステリー。ミステリーすごいね、みんないろんな人が聞いてくれてるってことね、検索してくれてるんだ。全国や世界各国から多くの人がチェック入れてくれてるんですよ。絶対そうだね。ありがとうございます、ね、すごいね。だってほらストリーミング放送やってるからね。さすがですね、いつでも聞けるラジオね、いいよね。さすがです、うん、BGM、うん、ありがとうございますではまず神戸市のラジオネームとしさん、ありがとうございます。皆さんに話してほしいことを一つ書いておきます。このラジオでカラフィナという名前を初めて聞いたというリスナーさんもいると思うので、カラフィナという名前の意味や由来を改めて教えてもらえますか。ファンの人ならもう知ってるとは思いますが、それとカラフィナという名前を初めて聞いた時の皆さんの第一印象やイメージはどうだったのでしょうか。そしてそのイメージは約3年経った現在ではどう変わってきているでしょうか。教えてもらえれば嬉しいですということです。トシさん、ありがとうございます。カラフィナという名前はね、プロデューサーの梶浦由紀さんが決めてくださいました、うん、言葉の響きをね一番大事にしてつけてくれた名前なんですけども、どんな印象だった、みんな最初。私は、うん、あの劇場版からの教会の主題歌を歌うっていうことでこう、あの何グループ作られたグループだと聞いたので、うんうんうん、本当にそこのカラの教会のカラから撮ったんですかってまず聞いちゃったの。で、それ違うよってさらに言われてそういうわけじゃないよ。そうで本当に音の響きを考えてあの作っただけだから意味はないんだよっていうのが、うん、意味がないんだよっていうのがまた意味があるのかなって思わせるような印象深いよね、うん、なんか逆にそういう風に思った。うーん、確かに意味がないことがすごい意味あるなって思って、なんかこのカラフィナっていうあの名前がまた好きになる、うん、神秘的な感じが、うん、好きになった。いいのかもね、うん、どんなだったヒカルは。ヒカルは、うん、まあ正直最初なんでこの名前なのかなって思って、うんうんうん、で響きで決めました。意味はないですって言われて、うんうん、あ意味ないんだって思って、うん、じゃあここからカラフィナとしてカラフィナっていう意味を
みんなに考えてもらえるように色をつけていけばいいなって思った。なるほどね、うん、そっか、真っ白い私たちはキャンバスで、そうそう、みんなが好きな思い思いの色を乗せてくれと、そうそう、思い思いの色をね乗せて、こう音楽として届けたりとか、こうやってラジオでお話しして皆さんにこういろいろ知ってもらって、カラフィナっていうものを自分たちで作っていけばいいなと思った。なるほどね、うん、いやでも私たちも本当に最初聞いた時からどういうものになるのか想像もつかなかったカラフィナなんですけど、うん、こうやってね3人でラジオができてライブができること本当想像してなかったよね。意味がない言葉には神秘的な意味があるということでした。ありがとうございます。続いてペンネームアンシさんです。ありがとうございます。カラフィナさんの歌についてずっと疑問に感じていることがあります。コーラスの部分では何語なのと思ってしまうような言葉が流れますが、あれは何語なんでしょうか、というか何か意味があるんでしょうか。例えばオブリビアスの冒頭読んでください。味噌になりたいえ嘘マジですかと聞こえてしまうので、ファンの間では聞こえるがままに空耳として楽しんでいたりしますが、本当はちゃんとした歌詞なのではと気になってしまいます。ぜひとも教えてください、お願いします。ちゃんとした歌詞ですね、そりゃ面白いな味噌になりたいイエー、味噌マジですかやばみんなこの話知ってました。いやなんかでも確かに空耳というか、なんか不思議な風に聞こえるなっていうのはあるよね。うん、やっぱりあのこういうあの言葉は梶浦さんがあの造語として作られた言葉なので、うん、意味は、まあ、明確に意味はない言葉だから、うんうん、こう聞き手に何だろう感じてもらう言葉でもあるから、こうやって聞こえる人には聞こえるのかもしれないね本当にそう聞こえるんですかね。じゃあ、うん、タモリクラブの空耳アワーのように、うんうん、ならぬ空耳アワーという感じで聞いてみましょう。聞いてみますいやねいやいやいや、っていうか今抹茶って聞こえるんだよね、私マジですかが抹茶ですか。でもね、嘘はわかるわ。そう、抹茶ですか嘘抹茶ですかねえ、その後マジですかの後アハハハって面白いよね、笑ってるのんきだよねのんきだよね。いや面白い ねそんな歌歌ってませんもうちょっと幻想的な感じで歌ってるんですけど、ね、すごいね。いやでもこの造語は本当にカラフィナにとってはすごくその一つの曲を盛り上げる要素の一つでもあるし、そのこの造語っていうのが3人のコーラスワークを作っていったりもするから、うん、カラフィナには本当になくてはならないものなので、逆にこうやって空耳でねみんなに楽しんでもらえることがある意味いいことなのかなと思う。浸透してるのかもね、うん、そういう造語は思うけど、すごい面白い。この空耳アワー結構好き好きです募集しますというわけで、うん、カラフィナミステリーではカラフィナに関する質問メールの他に、あなたの身の回りに起こった不思議なこと、謎だなと思うこと、神秘的だなと感じたことなど、カラ耳アワーなど、うん、メールください。メールの宛先はカラフィナアットマークベイ FM.co.jp、 カラフィナアットマークベイ FM.co.jp、 カラフィナの綴りは KALAFINA、 すべて小文字です。それではここで一曲この曲聴いていただきます。オブリビアス、お届けしたのはカラフィナでオブリビアスでした。カラフィナのレギュラープログラム、カラフィナクラブ、毎週火曜日深夜のこの時間はカラフィナの若菜とケイコとヒカルがお届けしています。日直は今日は若菜が担当しています。続いてはカラフィナスマイルのコーナーに行ってみたいと思いますがイエイ、スマイルポイントを獲得できるリスナーは今夜現れるのか。はい、それでは参りたいと思います。はい、お願いします。はい、1つ目です。ラジオネームあかりさん、どうもありがとうございます。カラフィナさんこんにちは。私には忘れられない出来事があります。それは学校が終わって友達と2人で下校している時でした。楽しくおしゃべりをして歩いていると、後ろから竹屋さおだけとゆっくり走っている車が、そしてその車が私たちの横に急に止まりました。私は怪しい人かもと思っていると車の窓が開きました。するとその車の中にはアフロで小麦肌のおじさんが、私たちは初めて生アフロを見て笑いをこらえていると、おじさんが、いやー学校の帰りだね、気をつけて帰るんだよ、あと記念に握手をしよう、あはははと言って私たちと握手をしましたそしておじさんは最後にアディオスと言ってピースをし、また竹屋さおだけと
流しながら行ってしまいました。そして私たちは耐えきれずにお笑いしてしまいました。今思うとあのおじさんは一体何者なのかと考えてしまいます。本当だよ。あの言っておきます、これはきっと変なおじさんです。もしくは竹を売っているとても陽気なラテン系なおじさんだと思います。サンバサンバサンバアリアス。いい、ね、あかりさんスマイルポイント獲得ですよ。面白い。おめでとうございます。面白い。では次のお便り行ってみます。はい、2つ目です。さくらさんからのメールです。ありがとうございます。私はあるパン屋さんの清掃社員として働いています。お客様が来店された時やお帰りになられる時は販売さんと一緒にいらっしゃいませ、ようこそ、ありがとうございますと大きな掛け声をかけています、うん、販売さんが言ったらお客様が来たと分かるので製造の人たちも声を出すみたいな感じで声を出す癖がついていました。そしてある日お昼休憩の時に仲間内で昼食を食べに行った時、お店の椅子にぼーっとしながら座ってたらその店の店員さんが他のお客様にありがとうございますと言った瞬間、ありがとうございますとなぜかお客である自分が声かけをしてたんです。行った瞬間自分でも何が何だかわけが分からず、えみたいな表情で、一緒に来てた仲間ちもえみたいな感じになってて、状況を理解した時にはもう恥ずかしくて恥ずかしくて穴があったら入りたい、そして閉じこもりたい心境でした。今までもコンビニにいる時に何度か言いそうになったことはあったんですけども、ついに言っちゃったよ。いやー癖というのは恐ろしい。そして時には自分で自分を恥ずかしめるものだと実感した瞬間でした。あれは自分がお客さんあるあるなのに言っちゃったんだね。そうそう、ありがとうございます、ありがとうございます。あるよこれ、私も言っちゃったことあるよ、私美容院で超恥ずかしかったけど、ありがとうございますありがとうございますみたいな、それよくあるね。いや癖とは恐ろしいという出来事ですよ。セーフセーフセーフって言われちゃったけど、セーフ。いやー今夜はですね、あかりさんが1スマイルポイント獲得。よかった。アフロコミュニティのおじさんのお話でした。楽しかった。ありがとうございます。皆さんからも笑える話、ネタ、メールぜひ待ってますよ。それではラストナンバーの時間となりました。聞いてください。I have a dream。 いかがでしたか？第4回目のカラフィナクラブ。毎週火曜日深夜のこの時間はリスナーのあなたをカラフィナワールドへと誘いたいと思います。結局最後まで引っ張ってしまったんですが、カラフィナからの大事なお知らせでーす。イエイ。9月15日にリリースとなる MBS、TBS 他でオンエア中のテレビアニメ黒執事2の劇中歌、輝く空のしじまにはを来週初オンエアしちゃいます。楽しみに。ぜひぜひ聞いてください。聞き逃さないでくださいね。その他カラフィナの詳しいインフォメーションはカラフィナのオフィシャルホームページをチェックしてください。また番組の携帯サイトも覗いてみてくださいね。 AFM の携帯サイトから火曜日のカラフィナクラブにアクセス。さらにこの番組はベイ FM のパソコンのホームページからストリーミング放送を聞くことができちゃいます。リアルタイムで聞けないという方、何度でも聞きたいという方、トップページからインターネットラジオをクリック。カラフィナクラブもぜひ楽しんでください。いやー第4回目でしたけども、いかがでしたか？いろいろ盛りだくさんでしたよ今日も。ね、スマイルポイントはね、私意外に笑っちゃうんだなって思った。笑っちゃうね。前回も結構笑っちゃったもんね。そうあれだね、想像力豊かな。違う、そんなことないよ。引いた引いたほら、でもだってさ、想像してその風景が浮かんで、その人の顔とかまで出てきちゃうからこその笑いだと思うよ。完全にバーチャルリアリティみたいな。そう妄想しすぎたよ。3人とも妄想してんだけど、多分一番その妄想が強いんだと思う。私ばあちゃんの読んでた、私ブーンって笑いながら読んじゃうもん。いや今日私もなんか超怖いよ、妄想しちゃうもん。これさ、読みながらさ笑っちゃうのもありなの？ダメなんだって。それもスマイル獲得なるだって。なるだよ、なるだよ。そうであるよ。みんなそうだよ。だからもっと送ってくれよ。本当だよ。でもね、やっぱみんな面白い。面白いこと本当経験してる。こんな経験できない。なかなかないよね。楽しみにしてますよ。いや君たちだもんね。びっくり。はい、それではまた来週も、お会いしましょう。カラフィナクラブ、お相手はカラフィナの若菜とケイコとヒカルでした。解散、バイバイ。カラフィナクラブ on Bay FM 78.